ジオから全てこちらで、もうとこはね、紅鮭仕入れから使用するところ、ただ、それもね、言うと難しいんや、元塩かって言うたり、いろいろね、こんちゃんっていうのは北海道で取れた酒を、まあ、その塩の仕方もいろいろあるんだけど、まあ、まあ使用して置いているのがそうだし、でもまあ結局酒でも何でもそうやけど、冷凍なんかしたかいう話だけどね、ワンフローズンっていうから、だから生で取ってきてそれを処理するってまあありえへんねんけど、遠洋漁業やから取ってきてそのまま生でって持てへんやん、船内凍結するわけやん、はい、でそれをなんだけども、まあ北海道のは大体ほとんど生で使用するかな、本ちゃんっていうのは本当はな、でそれを使用したやつをずっと置くんやけども、使用者ずっと置いておくと腹のところが一緒に血のくなってくるな、あの塩焼けっていうか冷凍にするか、はい、うちの腹焼けてないですか、はい、あの黄色くなってないとか、はい、っていうのはそのサンマでもそうやけど、取った時そのまますぐに冷凍して、その周りに氷の膜を垂らして冷凍焼け栓をしてね、ドレスでいいんだけど、でそれを1回溶かして塩するわけです。で塩せんやつは甘塩でフリー塩でいるわけやから、そんな四国の高知に送る人なんかそれ刺身で食べるもんな、その酒をね、そのままこういう凍ったやつをそのまま送ってくれる、生で食べる習慣のあるとこは生で食べる、うちの酒も真ん中が焼けてなくって、こういう状態のやつかカリカリ焼く人あるけど、はい、まあ、焼けなくても食べる、この状態は取れてすぐに凍らして、はい、生と変わるんやつ、綺麗、ちょっとそれ、あ、おい、これね、あ、うろこ、ゴールが、僕は富士山だけは全部うろこ拭いてるから、はい、うろこあるやつの方がもっと違う、だから、すぐ切りたかったら、はい、あの塩したやつも一回ちょっとだけ凍らして薄くして、うん、こうやってね、この生みたいなのあうろこも、うん、うろこ拭くんやけど、うち、ん、それをするから、そうやねんけど、だから、何でもかんでも正直に言うてもね、分かる人にも分かるけど、